仕事はまあ醤油を作る仕事です。地元で醤油の原料となる大豆と小麦がまあ手に入るので、地元のもので作るのが一番こう自然かなというので使ってます。九州リースサービスプレゼンツストーリー、未来に残したいふるさとの風景。三鶴醤油醸造元という屋号でやってます。すごいまあちっちゃな会社なんで、やっぱり地元の二条の深江っていう地域の方にやっぱりずっとこう使っていただいてるっていうのが多いですね。醤油の原料っていうのは大きく大豆、小麦、塩、水っていうのが一番根本の材料になるんですけど、蒸した大豆と煎って砕いた小麦で麹っていうものを作って、それと塩水を合わせてもろみっていう状態で長期間発酵させて、それを絞ったのが醤油になるという感じですね。一旦こう、うち醤油作りはもう やめたけど、最初からやっぱ作った醤油っていうのを自分が作りたいし、そういうのを作る醤油屋でありたいなっていうのがすごく あるんですよね。自己満足なんですけど、やっぱり自分がそうした方が自分がやっぱこの仕事にこうもっと誇りを持てるし、やりがいもあるなと、前よりいいものっていうか、そういうのをなんかずっとやっていきたいなって感じなんですよね。私が残したいのは二条町の風景です。やっぱ海があって山があって本当こう田畑が広がってっていう、こう大人になって本当しみじみいい場所だなって最近感じてます。すぐ近くの地元で大豆も小麦もあるってなかなかないんですよ。恵まれた環境といいますか、なんで、すごくいいですね。